こんにちは、シーバードです。今回は NewXMG300 の簡単なエディット音の作り方をやっていきたいと思います。はい、ではエディット音を作っていきたいと思います。まずですね、音を作る前にパッチを一つ作ります。エディット用のパッチですね。何もエフェクトの入っていない空のパッチ、ブランクパッチを作っていきます。ここに作っていきましょう。 1A、これね、数字が濃い方の 1A の方でやっていきます。まずね、このエディット、長押しすると見やすくなるんで、こっちの方がやりやすいと思います。で、現在この 1A に入っているエフェクトが、アンプ、キャビネット、EQ、ノイズリダクション、そしてリバーブとなっております。これをすべてオフにしていきます。左回しで、オフになります。で、右を押して、で、 EQ もオフ。まあ、ノイズリダクションはね、置いといてもいいか、あんま邪魔にならないんでね、置いといてもいいと思います。で、リバーブもオフにします。これで全て今、まあ、ノイズリダクション以外ですね、全てオフになっている状態です。これをベースにしていきますので、これをね、まずセーブしましょう。じゃあ、ブランクという名前にしましょうかね。はい、ということで名前を付けまして、で、どこに保存するかっていうのはここで選んでいきます。このポチポチで選んでいきます。そして自分の好きな場所を選んでセーブを押すと、だからデータセーブになりますね。はい、ご覧いただいた通り QC ブランク、現在エフェクトはノイズリダクションのみという風な感じになっております。これを作るとね、エディット音非常に便利になってきます。空の状態からね、作っていった方がやりやすいと思います。現段階の音なんですけれども、こんな感じの音になっております。まあ、ノイズリダクションのみなので、特に何もかかっていないような感じですね。まずはアンプ選びから。ここの横ボタンでアンプを選びます。ここですね。アンプを選んで一番左のボタン、これを回すだけと、非常に簡単ですね。これでマーシャルだったりボックスだったりフェンダーだったり JC だったりといろんなアンプが入っております。じゃあ今回はこのマーシャル800ですね。いいですね。で、右を押すとこの EQ が変えれるようになっておりまして、で、その横、ここね、キャビネットになっております。ここを回せばキャビネット自体が変えれて、で、ここを回すとマイクの種類を変えれるという風な感じになっております。そしてね、ここでマイクのね、位置まで変えれるんですよ。すごいですよね、このキャビネットの進化。素晴らしいですね。こうやってですね、いろんな音を試して詰めていくと面白いと思います。では次に行きましょう。で、ここの横ね、押すと EQ。で、ここで EQ のオンオフ。EQ オンにしましょうかね。で、切り替えはここ。つまみで、じゃあ若干ドンシャリにしたいと。この3つ。左から1、2、3。で、右側にしたいときは、こっちだ。ここですね。これで、こうやって。EQ いじることができます。ちょっとドンシャリ気味にしてみました。で、横にノイズリダクションがあります。で、ここモジュレーションですね。先ほどと同じように左を回すだけ、これでモジュレーションが選べます。コーラス C1 と C2 ですね。
すごい、いろいろ入っております。フランジャーね、これ MXR のフェーズの90と100どっちも入ってるっていうね、優れもんです。うん、これで自分の好きなモジュレーションを入れてみてください。で、まあ、今回ねここはオフにしておこうかな。続いてディレイですね。はい、ここもまた同じように回すだけ。アナログのディレイ、デジタルのディレイで、モジュレーションのディレイとかテープエコーとか一通り入ってますね。うん、というふうな感じです。そしてオフにするときは回すと、左回しで、リバーブですね。いいですね、ホールリバーブ。僕ね、いつもスプリングなんで、いいですね。で、ここで設定変えれます。というふうな感じで、基本的な歪みはこれでもう出来上がりです。ちょっとブーストをかけたいぞという時には、このエフェクトのところにして、ここに歪みが入っております。ブルースドライバー、チューブスクリーマー、で、ボスのディストーション、で、ラットだったりとか、レッド、で、マフ。ここも一通り入ってますね。まあ、紛れてですね、このピッチ、上みが紛れてるんですよね。結構ね、レイテンシーがね、すごいんですよね。使いづらいなという風な感じがします。ワーミーはね、あんまりおすすめできないです。他のね、歪みエフェクターは非常に良いです。まあ、アンプだけでね、音作っている人はここオフで良いと思います。で、まあ、ブースター代わりに、チューブスクリーマーとか使うのもいいんじゃないかと思います。で、こんな感じでですね、あ、音が出来上がったぞと、これでいいぞと。よし、歪みはこれでいこうという時はこれセーブを押します。セーブを押して、先ほどと同じように今度はまあ A にしときましょうか。で、ポチ、下のポチ、ここですね、ここをポチポチと押して、保存先と名前を決めて、もう一度セーブを押すという風な感じで、今回8の D に先ほどの音ができました。で、次クリーン作りたいぞという時にはですね、また先ほどのパッチ、ブランクのパッチですね、ここですね。で、またここから先ほどと同じように、今度はクリーンなので、アンプを、例えば、これでいいですね。フェンダーにしようと。これを軸に今度は音を作っていこうと。いうふうな感じで、同じように繰り返していけば大丈夫です。まあ、コツとしてはですね、ブランクのパッチを一つ作っておいて、空の状態から自分の好きな音を作っていくと。そしてセーブを押して、保存先を選んで、名前を決めて、もう一回セーブを押すと。これだけです。非常に音作りが簡単なエフェクターです。ぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。